Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times.明治安田生命 J1 リーグ。Hello everybody and welcome to today's match. 本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間は名古屋グランパス対浦和レッズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。明治安田生命 J1 リーグ、名古屋グランパス対浦和レッズ。さあ北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。ベン・イエデルですね。身長は高くないんですけど、足元のテクニックとボールを引き出す動きというのが非常にうまいですよね。フットサルの経験があのテクニックに生かされてるんでしょうね。彼の巧みなゴールには期待したいですよね。そうですね。さあ今日はゴールに絡むことができるのか注目です。サイドのスペースへ走らせる。いいボールだ。酒井から原口、クロスを上げる。直接行ってしまいました。展開早くなってきましたね。これは届くか。スルーパス狙えるか。シュート、よく止めた。危ないシーンでしたがクリアの対応。奪い返します。フリーで受けた。タディッチ、スペースへ。いいボールですね。西へ。西からボールが上がる。中央、牧野、裏を狙う。パスでつないで攻め込んでいきます。さあチャンス、シュート、来た、先制。レッズ、ホーロキ、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めていきます。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。浦和先制ゴールが決まりました。1対0。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね、はい、ここからさらに追加点が奪えるといいですよね。縦に送ります。浦和レッズカウンターを仕掛けます。裏のスペースを狙う。
インターセプト。この位置でボールを受けます。原口から牧野、牧野からファーサイド、さあカウンタースピードを上げたいところ、渡ります。ここはすぐ奪い返します。タディッチ、裏を狙っていきます。さあ打てるか、シュート、決まった、追加点。立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。シュート、これはよく止めました。これは素晴らしい反応でしたね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。このファーストハーフ最初のコーナーキックは浦和、縦に大きく放り込む、中心ファウルを取りました。さあ右へ預けて、右サイド上がっていきます。通るのかこのパス、酒井、ここはカットします。一気に前線にボールを送る。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。西、スペースを狙う。ここからカウンター早いでしょ。コロキ、裏を狙う。いけるか、クロスが上がる。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。浦和はコーナーキック2本目、これ仕掛けるか、あっと PK か、PK です。 PK、 浦和 PK を得ました。これを決めれば追加点。キッカーとして後に引きずらないことが一番大事になってきますよね。気持ち切り替えてこの後のプレーで挽回していきたいところですよね。ドリブルで仕掛ける、原口からユンカー、ユンカーから原口、さあフリーだ、シュート、ゲット、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。北澤さん、今のボールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。さあ浦和3点差までその差を広げています。ここは繋がりません。ここで長いホイッスル、前半終了です。前半だけで3ゴール、浦和大きくリードして前半を終えています。3点差でしかも得点を与えてないわけですからね。チームとしての好調さが現れてますね。前半ですでに3点の差をつけています。この後もう1点を追加するようなことになれば勝負の結果を大きく左右する1点になるでしょう。明治安田生命 J1 リーグ、名古屋グランパス対浦和レッズ、浦和が3対0とリードして折り返します。後半ゲームはスタートしています。西から秋元、秋元から中、いやー追加点、
どこまで点差を広げるんでしょうか。クロスから頭で合わせ決まりますか。家出ろ。左にされます。この勢いは大事ですよね。積極的でいいと思いますけどね。とりあえずでも打っていけば何か起こるかもしれないですからね。タディッチ、いい守備で奪う。ネイマール、ここ来ましたよ。チェックを受けますが動じません。秋元、さあカウンターを仕掛けます。秋元、右サイド上がっていく。ボール入るか。いや、いいボールだ。このボールに触ります。ここもしっかりディフェンスしました。メッシからネイマール、さあベン・イェデル、ここでファールがありました。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。この位置直接あるでしょう。ここで1点返せるか。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。スルーパス、いいボールでしょう。原口、もうこれいいでしょう。原口からの折り返し、シュート、ナバース。いやー、よく反応しましたね。まあ居場所だったりとかね、ポジショニングだったりいいことによって、こういったルーズボールも拾えるポジショニングが取れてますよね。決定機を阻止しました。浦和は3本目のコーナーキック、名古屋はまだコーナーキックがありません。あー、詰めてますよ。これはファールを取られました。イエローカードです。およそ30メートルというところです。しっかりミートしたシュートでした。タディッチ、このボールをカットします。さあ一気にカウンター。 The attendance for this match was 72,306。 岩尾、西からコオロキ、コオロキから西、裏へのスルーパス、これはチャンス。中への折り返し、追加点。ユンカー、素晴らしいゴールでハットトリック達成。期待通りの活躍を見せました。頭で正確に流し込んできました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。当然ハットトリックということになります。さあ浦和、現在圧倒的な強さを見せています。いいでしょう、ポジション切り替え。フリーダ、シュート、ゲット。さらにさらに点差を離していきます。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。いいことでした。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。果敢にスライディング、これはファールでしょう。レッドの判定が出ました。
名古屋ここで10人になってしまいました。これは狙える距離でしょう。追加点のチャンス。決めた。素晴らしいゴール。容赦ない一発。直接叩き込んできましたね、北澤さん。いや、入っちゃいましたね。コース、スピード完璧ですね。After 71 minutes is number 10。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。柔らかいボール、これは合いません。サイドチェンジ、ここはつながりません。江坂、さあここでカウンター、右サイドへ振って、ここは返す、このパスを受ける、シュート、追加点、さらに突き放します。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。いや、チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。モーベルギから右へ。ああ、いい展開ですね。ボールが収まる。倒されます。これはペナルティーエリア内。足いっちゃいましたね。浦和 PK のチャンスを得ます。追加点のチャンスを迎えています。ナンバース、これを決められない。蹴った本人もちょっとショックあると思うんですけどもね。まあ、気持ち切り替えてこの後のプレーでなんとか挽回するしかないですよね。浦和は5本目のコーナーキック。名古屋としてはなかなかいい形が作れませんよね。ランパードからグリーズマン、裏へ届くか、どうだ、西、流れを止めます。セカンドボール拾いたい。大きく前線へ、酒井、メッシー、スペースを使う、狙えるか、抜けてくる、頭だ、来たー、打つ、全く手を緩めません。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしたね。いや、止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、江坂仕掛けるか、牧野、キーパーセーブ、これはよく止めました。見事なプレーでチームを救いました。浦和としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。マキノ、狙った、今のはミートした弾道でした。これは合いません。
ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。自分で行く。さあシュートまで行けるか。シュート、ナバース。おっと、中に入れる。シュート、来た。ウッズ今日は止まりません。岩尾、フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。そうですね、相手のディフェンスを見事に崩した感じですよね。やっぱり少しでもシュートコースがあるとしっかり決めてきますよね。こういう一瞬の隙を見逃さない正確なフィニッシュというのも素晴らしかった。笛です。10対0、浦和勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました。ユンカー、やはり今日の主役はこの人でしょう。ゴールを量産し最高のパフォーマンスを見せてくれました。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか。浦和としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。明治安田生命 J1 リーグ。